はい、まだまだ学校行事は続きます。続いてはイヤホンガンガン伝言リレー。ルールなんですけども、各チームにね、お題を言います。伝言のお題、最初の走者に言うんで、それ覚えて走りますの一周してきて、次の人にそのお題をね伝えてください。でその間待ってる人は、イヤホンガンガンでね、聞かないように、走ってる人のその伝え合ってるところを聞かないようにしてください。で一応アンカーは、A チームアンカー伝言、 B チームアンカーのように C チームアンカースンということで、やらせてもらえたらと思います。はい、それじゃあお題発表します。A チームのお題はこちら。伝言がでんでん虫ガンガン無視してきてんがーってなった。はい、これです。はい、B チームのお題。俺は放浪性マンデー武藤パン一男性さん。やばい、はい、俺は放浪性マンデー武藤パン一男性さん。これコナン君のセリフなんでね、はい、で最後 C チームのお題。節子、それドロップやない、パスコラルクトスシネレウスや。これがね、あの以前昔の動画で伊沢拓司君がね、クイズノックの伊沢拓司君が言ってたあのコアラの革命なんですけど、お前ら、ダメ、みんなまだ受験生の力を発揮しろ、学業の本業を発揮しろ、学生の本分を。ちょっとルールもう一回言っとくと、リレーの着順はもう考慮に入れないです。もうただただ伝言がちゃんとあの通るかどうか、もうここだけしかもう見てません。その分ちょっとお題がちょっと、まあ、いや多分まあまあむずかもしれないんで、しっかりね、もう大きな声で何回も言ってあげるように。走るのに夢中になりすぎて、やっぱぶっ飛ばないか、またはパーになっちゃわないか、ここをもう計測してる、見てるんでね。じゃあ行きまーす。一応ついてーよーい、ダン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 。あー、すごいやっぱ見応えある。でもこうでなくちゃね、すごいかっこいい。やべー、コースのレッドドロップ、コースのレッドドロップ、まずは鉄をパンと断定さ、断定さ、断定さ、これは放浪性ガンガン伝言がでんでん虫ガンガン無視してきてガーってなった。放浪性マンデー、俺は放浪性マンデー、マンデー、放浪性マンデー、俺は放浪性マンデー、武藤パン一、武藤パン一、男性さ、パスポラルクトス、ラルクトス、シネリスや負けて、シネレースや、シネレースや、シネレースや、節子する全然動かない。伝言が伝々無視、伝々無視、ガンガン無視してきてガーってなった。よし行こう。放浪性マンデー無糖、これは放浪性マンデー無糖を毎日男性さ、マスコ、マスコ、マスコ、ナルクトス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 、シネレースや、頑張れ。伝言が、伝伝無視、伝伝ガンガン無視してきて、ガンガンガーってなった。伝言が、伝言が、これは放浪性、放浪性、放浪性、無糖、無糖、無糖、これは放浪性無糖パイチ男性さ、これは放浪性、放浪性、やばい、かわいそう、かわいそうな問題出してもた。伝言が伝伝無視、ガン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 無視してきて、伝言が伝伝無視、ガンガン無視してきて、うわってなった。伝言が伝伝無視、無糖弾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 、武藤パン一、パン一って、パン一、武藤パン一、男性さん、オッケー、
鉄子ドロップやない、カスコ、カスコ、シネレウスドレミウスや、シネレ、おー、いいね、いいね、シネレウスドレミウス、おお。武藤パン一男性さん、いぞ、武藤パン一男性さん、オッケー、男性さんね、武藤、武藤、武藤パン一男性さん、オッケー、パン一男性、オッケー、行こう、オッケー、セルシウム、セルシウム、ドレミウス、武藤パン一男性さん、来たよ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 、いいよ、いたよ、武藤、武藤、パン1、男性さん、武藤パン1、男性さん、そう、覚えておいてもらってね、はい、お疲れ様です。でんでんがでんでん虫をガーンと刺してガン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 刺してガーンと刺して、でん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 ガンガンガン、でんでんがいとしゃい、でんでんがでんでん虫をガンガン刺してガーンとなった、そうです、オッケー、ちょっと待って、お疲れ様です、お疲れ様です、もう年が年齢が響いた、いやいや、一周しか走ってませんけど、いつもね、僕らの間でも若い若い言われてるのにね、胃の中のカードです。お題積分とかっすか、今のこ、お題積分か平気物語と暗証の二択なんですけど、誰も拾ってくれんから、ここ、ここ誰も拾ってくれんから、嘘つかないぞ、おい、節子、セネロチア、いや、サタコ、ドロップ、ドロップ何、ドロップ何、ドロップ何、サチコ、ドロップ何、おお、早い早い、さあ、ラスト、どんなお題なんだよ、マジで、どんなお題なんですか、これ、ヒントはもう、ヒントはまあね、おお、おお、怖い、セネルシア、セネルシア、セネルシア、サチコ、ドロップない、うわ、絶対セネルシアバグってんな、セツコ、セネルシア、サチコ、ドロップない、さあ、オッケー、早く、保管するんでしょうか。いや待って、何これ。ちょっとお題どうでしたこれ。もう忘れました。お題覚えてる？覚えてない。ちょっとね、Cチーム予想以上にかかってしまってね、ちょっと申し訳ない、本当にこれはね、僕の責任でもあるんですけども、でもスン君は絶対知ってます。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。じゃあ結果発表の方やってみたいと思います。 A チームのお題は、でんがんがでんでん虫ガンガン無視してきてんがーってなった。ひどい。この上で日本語の意味教えてくれ。あ、でんでん虫をガンガンに無視してきて、なんでやねんお前みたいな感じ。ちなみにルール、あ、ごめん、ルールで、まあ、一番文字数を多く間違えてた方が要はまあ負けってことね。はい、より元気をとどめてなかった方が負け。じゃあ、伝言の答えを発表してもらいましょう。私の答え、はい、でんでんがでんでん虫をガンガン取ってガーンとなった。近い、すごい。間違えた文字は9文字です。9文字、はい、で次、B チームのお題、俺は放浪性マンデー、武藤パン一、男性さ。放浪ってあれ、あの金属の素材。うわ、もう分かるかい。放浪。分かるかい。放浪性マンデー、武藤パン一。じゃあ、誰かさん、さん答えをお願いします。武藤パン一、男性さ。おー、素晴らしい。なんか、切り捨てに行った。B チームは、11文字間違い。
俺ら、応援ジャンチームになったってこと？いや、僕は一緒だった。いやいや、お前ら、お前らは無理やから。じゃあ、3つ目、新チームのお題。節子、それドロップやない。バスコラルクトスで死ねれるし。今らの学年しかいないっすよ。スンのさ、ちらっと見たけど、もう尺は合ってない。尺は合ってない。じゃあ、スン君、発表お願いします。はい、僕の答えは、節子をチネリしたサチクドロップないでございます。あの、ファストラルクトスがサチクに変わる。サチクに変わります。コーラがサチクに変わるんだよ。はい、というわけで、C チームの間違いは24文字ということで、これ優勝は A チームでーす。じゃあ次の行事いきまーす、はい、待ちに待った文化祭のコーナー、まあ、内容なんですけども未成年の主張というね、ことで、まあ、みんなに悩みとか、まあ、なんか言いたい今叫びたいことを叫んでもらうという企画でございます。それじゃあ野村高校文化祭のむのむのみよう、ぐんぐん文化祭を始めたいと思います。いよっ、はい、まあ、というわけで、まあ、今回はですね、のむ校の主張ということで、今からね、生徒さんたちに日々の思いを、主張してもらって、まあ、それをみんなで成仏しようという。あれ、なんじゃ、何言われるんですか。まあ、わからない、悩みとかかもしれんし、何言うかは正直わからない。まあ、確かにね。とりあえず何か報われない、成仏できてない子供たちがいるから。あー、なるほど。はい、はい、それでは始めていきたいと思います。はい、1年1組、高橋あゆみです。2年1組、宇都宮瑞希先輩に言いたいことがあります。なーに、大好きって言ってください。嫌です。大好きって言ってください。嫌です。どういう嫌なんですか。性格が大好きって言ってください。嫌です。マジか。ありがとう。2年1組、伊佐木里奈です。私には悩みがある。野村町に唯一あるデートスポット、あとがよも、ダクダクと出たつもり。以上です。
僕すごいドドドドって。花にもらった T シャツ。動物のブランド宣伝は普通に聞いたけど可愛いか、まあ、OK です。言うてんねん。ありがとうございます。どうせ練習でカットされるのでやめておきます。賢い。今日この日の思い出はなんやかんやで忘れません。多分とりあえず一旦今日は本当にありがとうございました。ありがとう。じゃあ着信してください。情緒やばいやん。では卒業証書授与、では一番前の左端の生徒から受け取りに来てください。名前は、ワッチクラフト。なんで生徒が名前言ってんの。普通俺らが呼ぶんやん。じゃあカモンガクト。ロールプレイングスタイル、ドラッグスタイルです。ガクト。貴殿は野村高校、花尾校長の代の卒業生であることを任命する。おめでとう。はい、次。はい、どんどん来よう。田中。はい。大丈夫。回ってね。松本。おめでとう。はい。一つ橋。一つ橋。一つ橋。めちゃくちゃ偏差値高いやん。東京工業。お前なんで返事すんねん。ほんま。松森。失礼いたしました。あつ森と出てしまいました。卒業証書が来たので、以上で卒業証書授与終わります。後ろの頃は留年ですか。後ろの子たちはまた1年後。かわいそう。もう適当やはい、それでは、卒業証書授与もできたということで、卒業生および留年生起立。留年生かわいそうやな。校歌斉唱。好きって言ってたもんな。あ、そうです。好きなものパスタだったよ。多いな、これだって。多いな。おお、ありがとうございます。で、ああ、山本さん。山本さんがおめでとうございます。ありがとうございます。え、すごい。どうぞ。すげー。なにこれ。ノエレのガチ顔描いてる。超リアル顔描いてる。めちゃめちゃリアルな顔描いてる。いける。すげー。おめでとうございます。やったら、ありがとうございます。
はい、というわけで、これにて花の一日校長終わりを迎えたいと思います。皆さん今日は本当に一日ありがとうございました。